皆様、私の名はベキート。さあもっと近くにお寄りなさい。魔法のランプの不思議な話をお聞かせしよう。さて主人公はこの男。そいつじゃねえ、ちっちゃい方だよ。そうこの少年、名前はアシーム。マジシャンシャバーンの召使い、意地悪主人に仕えているが、こいつは立派な若者だ。町から町へと旅する二人、シャバーンがみちみちやらかすマジックはどこから見ても素人芸。ところがある日、少年アシームは不思議なものを拾ったのだ。彼らの運命を変える魔法のランプ。もしやとシャバーンは力ずくでアシームからランプを奪い、震える手でこすった。なんとランプの魔人が現れて、3つの願い事をさあどうぞ。すぐさまシャバーンは、世界で一番ビッグなマジシャンにしてくれ。ビッグミステイ。シャバーン、今度は慎重に2つ目の願い事を言った。ビッグじゃなくて、世界で一番偉大なマジシャンにしてくれ。バーン。ジニーは一言だけ注目した。本当の偉大さとは経験によって身につくもの、そして素晴らしいパートナーも必要だ。例えば私なんてどう。シャバーンは一瞬考えた。ランプの魔人を相棒に、こいつはうまい話かも。おかげでショーは大成功、めでたしめでたしと思うでしょう。残念でした。人気者のジーニーは目立っちゃって、シャバーンはもううんざり。これは昨夜の話だが、ジーニーがランプの中で寝ている隙に、シャバーンはランプを箱に入れて鎖を巻いて鍵をかけちまったのさ。ジーニーさえいなくなれば、シャバーンこそが世界一のマジシャンなのだと証明できる。ああ、なんということ。この鍵を見つけない限り、少年アシームはたった一人の友達ジーニーと二度と会えない運命に。そして本日、マジシャンシャバーン初めてのワンマンショー。さあシャバーンは本当に一人でマジックができるのか。果たして少年アシームは鍵を見つけて親友ジーニーと再会できるのか。その結末は、じゃじゃーん、マジックランプシアター、幕が開いてのお楽しみ。それではこれから先は私の優秀なアシスタントがご案内いたします。じゃあよろしくな。かしこまりました、ベキート様。僕は今鍵を探してます。あの箱の鍵穴と誰か大きな鍵見たよって言っていませんか。富士フィルムがお送りするマジックランプシアター、最後までごゆっくりお楽しみください。すみません、あの鍵見てませんか。ごめん見てないけど。そっか、どうもありがとう。レディーズ&ジェントルマン、偉大なるシャバーンの登場です。あ、もう始まってんのか。痛い痛い、なんだこれ。もうは
いたらん真っ暗ライトこっちではどうも皆さんサラーム、ようこそいらっしゃいました。ありがとうね、どうもありがとう。あ、お前はいいよ、もうあっち行けあっち。偉大なるマジックにはサプライズがつきもの。ようこそ皆さん、私の名前はシャバン、世界一のマジシャンでございます。拍手していいですよ美しいお花を。あ、じゃあこちらの方どうぞ。これあ、枯れた、ごめんなさいね。なんでこんなもの持ってくるの、間違えたどうしてくれんだ皆さんはなんと幸せな方々、なぜなら本日は偉大なるマジシャンシャバーン初めてのワンマンショー。もちろんジーニーは抜きでな。わっ、それそこ開いてる、そこのカーテン閉めとけって言っただろ、もう。まったく、ね、それでは参りましょう、本日のハイライト。あと、あ、ひげ引っかかった、痛い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 んだよ、もう。さあ、これより皆さんにお届けするマジックは恐怖と脅威のアラベスク。気の弱い方、目を閉じていた方がよろしいかも。はい、本当に閉じちゃダメですよ、見えなくなっちゃうからさあ、これよりこの箱の中に私のアシスタントが入ります。おお、どこ行く、お前が入った、ほら入れ。セーフティーバーは私が下ろす。はいはい、眠れ。それでは参りましょう、皆さんご一緒に、1、2、3、はい。痛い。え、何、あれ、皆さんご一緒にって言ったでしょう、もうほとんど言ってませんねいいですか、私がはいと言いますので、後に続いて1、2、3と言ってください。で、じゃあ行きましょう、ドラムロール、はい、1、2、3。なんでこう全体的にドヨーっとしてんの、この空気。いいですか、ここは夢の国ですから、はい、割り切ってやってくださいお願いしますよ、ね、歩き疲れたからちょっと室内で休んでいこうみたいなやめてくださいね、はい、では行きましょう、ドラムロール、はい、1、2、あ、2で切れた。もっとれ、あーダブラカーダブラザレー、はい、大成功、ありがとうありがとう。さあ、ではこの私の魔法で元の通りに戻してご覧に入れましょう。さあ、いない、え、わあ、どうなってんだこれ、お前の仕業か、お前も中に閉じ込められたいのかも。ほら、足戻れ、わしの勝負が台無しじゃ。皆さん、こうした偉大なるマジックには常にサプライズ。痛い、おい、何すんだ、これじゃダメだ、なんかないか、これどうですか、いいね、それありがとう、シャキーン、行こうちゃ、ふら、足下がれ、お前は首だ、なんだよ、いいから足行け、ああ足だけど首なんつって何ボケっとしてんだ、足と一緒にどっか行け、もう。なんで猫がいるんだ。さあ、皆さん、次なるマジックは種も仕掛けもないこのカゴ、カゴもない、しばしお待ちよ、偉大なるマジックにはサプライズとカゴが必要。おい、カゴさあ、みんなメガネ、魔法のメガネをかけて、よし、何見てんのよ、ジーニー、
少しでアラビアの千夜一夜漬けになるとこだったよ。いや惜しみだろ、やつに三つ目の願いを使わせてやる。そうすらサラーム、俺たち二人コンビが組める。そのためにはと、あ、そうだ、こうしよう。わかった、誰にも言うんじゃないぞ。みんなもね。つまり君も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 、もちろんおしゃべりの君もね。おっと、やつが来たぞ。でじゃあ作戦開始。お待たせしました。ありましたよ、カゴ。え、そっから離れろ、お前は。あー、こらこら、これお前の仕事だろ。いや、皆さん、次にお届けするマジックでは私が消えてみせましょう。あー、そうそう、私が消えてみせましょう。で、あ、私が消える、そんなマジックやったことないはずだが、あれ、どうやってやればいいんだ。お、あ、いやいや、そうではなくて、次なるマジック、静粛に。いや、え、これ、あさあ、ではこの種も仕掛けもないカゴの中から取り出したるわ、愛らしいウサギでござるから。いない、あれ、どこ行った、ウサギ。あれ、おかしい。あ、いたいた、よいしょ。引っ張るなんてもなるや。こんなに首を長くして待ってたの。え、私ってそんなに綺麗。ありがとう。ああ、ジミー、お前が出したのか。鍵はどうやって取ったの。バチ、もういい、もう引っ込んでろ。引っ込む、出てきたばっかりなのに。これからがショータイム。はい、ジャラジャラ、ショーの邪魔するな。お見事。何ね、俺たちっていいコンビじゃない。頼むから消えてくれ。おいおいおい、それって願い事だったら、それらしく言ってみて。はい、だいたいな、わしは世界一のマジシャンだぞ。バカにするのもいい加減にしろ。帰るぞ。ねえ、ちょっと待ってよ。ああ、お前の顔なんか見たくもないわ。そんな、また一緒にショーをやろう。お前の手助けはいらんわい。そりゃねえだろ、知り合ったなのに。いやー、もううるさい。こんなことならな、お前となんか出会うんじゃなかった。はん、いっそ昔に戻りたいわ。昔、それって私と出会う前に戻りたいってお願い。そうだ、お願いだ。では仰せのままに。え、しまった。あ、ちょっと待って、違うの、ジーニー。なあ、何やってんだ。危ない、元のご主人様。
ました。お忘れ